タコポンさん、はい、タコポンさん、はい、これ3号ってことは3代目なのかな。あ、そうなんですかね。タコウインナーを作る装置、うん、毎朝お母さん困っていました。タコウインナーを弁当に入れる時間がない、作ってみる、あ、うん、イラストやね、こんなのこんなのこんなのもあるんですか。そして事故、タコウインナーを作る装置来た。はい、レシピはこうですか、うん、それの色を使ってカッターを動かす。なるほど、あ、そこがタコになってる。これがいいな、レーザーカッターいいですね。ちょっとキリンみたいな感じなんですね。ご飯器、はい、それでとパワーなんです。固定は手でやるんですね。固定をして、うん、あ、90度回転させる。最初セッティングが手なのかな。あ、そういうことですね。さあ、使ってソレノイドのこれをガッと動くときに切り込みを入れてるわけですね。90度回転してるということは十文字に切り込みが入ったということですね、お尻に。あ、ちょっと気になるのはめちゃめちゃ部屋が汚いっていう。ここで作ったウインナー食べたくないです、ね、ちょっと衛生のウインナー、はい、こう縦に入れて横に入れて十文字に切り込み入れてポイント、はい、さあ焼いてみます。あれか、おというよりは何だったか、浅いですね、ちょっと浅かった、惜しかったです、はい、あれ、十文字のカッターなら回転しなくていいですよね。そうですね。確かにちょっともったいなかったですね、はい。